ャンピオン高木の言葉です。ここに IWGP のベルトがある。これは夢なんかじゃねえな、間違いなく現実だろう。改めまして俺が第3代IWGP 世界ヘビー級チャンピオンの高木慎吾だ。俺はちょうど1ヶ月前オスプレイに負けて奈落の底に落ちていった。だが俺はギリギリ生き残った。いろいろあったけど今日の一戦で高木慎吾完全に這い上がったぞ。だがこうして今手元にベルトがあるが、これがゴールではない、これがスタートだ。まだまだやらなきゃいけないことが山ほどあんだなあおい。まずはこのベルトを通行手形に新日本プロレスの、いやプロレス界のてっぺん目指して竜のごとく駆け上ってやろうじゃねえかおい。おいちょっとベルトが緩いな辻、ちょっと巻き直してくれ。気になってしょうがねえよ。ああ高めにな。なあおい、相変わらず世間はコロナ禍の真っただ中だ。なあそんな時こそ、こんなご時世だからこそ俺みたいな元気はつらつがおい活躍しなきゃいけねえだろおい。ということで俺の言いたいことは、言いたいことはまだ一つ残ってんだ。今日先代の IWGP の象徴と言っていい岡田を倒した初防衛の相手は俺も決まってんだよ。偶然にも今日そいつ試合してたな、せっかくだから呼び出そうか。誰かわかるか、誰かわかるか。おーい、いぶし出てこい。このベルトの初代チャンピオン、いぶし浩太の名を高木慎吾が叫びました。そして大阪城ホールの花道、いぶし浩太が姿を見せた。この激闘を経て高木慎吾はもうすぐ次の防衛ロードを描く。そこに描いていた相手はいぶし浩太。静かに張り詰めたこの空気の中、いぶし浩太が今リングへ向かっていきます。いぶし、ようこそ来てくれた。まあ上がってこいよ。いぶし、人生って面白いよなおい。いぶし、2ヶ月前はお前がこのベルト持ってて俺が散々挑発してもうんともすんとも言わなかった。だが今日はどうだおい、俺がベルト持った途端名前出したら来てくれたな。まあ感謝するぜいぶし。周りくどいことはなしだいぶし、俺の言いたいことはただ一つ、このベルトをかけて
俺とやるのか、イエスか、はいか、ここで答えてみろ。どっちも一緒や。これが高木イズム。イエスでもハイでもどっちでもいいんだよ。やってやるよ。よし、これで誰も文句はねえな。おい、いぶし、俺たちにしかできない潰し合いやろうぜ。やろうよ。ひとまずほっとしてるよ俺は。どんなに強がっても、やっぱな、岡田を目の前にしたらやっぱそりゃビビるよ。百戦錬磨の岡田を前にしたら、どんなに強かったって不安な気持ちがあったさ。あいつやっぱすげえよ。でも逆にあいつの一言が俺に火をつけたな。対等に物言えるなと、住んでる世界が違うと、何クソと思ったけど、あながち間違いじゃねえんだよな。岡田の言ってること悔しいけど間違いじゃねえんだよ。あいつのやってきた実績に比べたら俺の実績なんて足元にも及ばねえよ。だからこそ今日負けるわけにいかなかった。今日俺が負けてたらなあ、岡田、棚橋、内藤、弥生、あいつらがいる、あいつらがいるな、トップ中のトップに永遠に登ることはできないと思ったからなあ。首の皮一枚つながったんじゃねえか、おいなあ。これ取ったからって、おい、別にあいつらと対等なんて思ってねえ俺は。だが謙遜するわけじゃないが、片足ぐらいは突っ込んだと思ってるぜ。なあ、全身そこに入り込むか、また追い出されるかは俺次第だ。なあ、まあこれで俺もなあ、本当にオスプレイから負けて崖っぷちから奈落の底に落ちたが、ああ俺は本当運が良かったよ。なあ、だが運も実力のうちだ。イブシコウタ、まあ、おそらくあいつから何も言ってこねえと思ったから、俺の中では岡田に勝った暁にはイブシしかないと思っていた、ね、え、もう安っぽい言葉いらねえよ。岡田に対してもそうだったが、イブシに対してもいらねえよ。ああイブシ、俺が新寮に来た時な、インタビューで俺言ったよ。誰で一番興味あるかって、岡田でもない、内藤でもない、棚橋でもない、俺はイブシと言った。まあ、同世代の人間、同級生として、あいつは常にトップを走っていたと思っていた。やっと対等に渡り合う時が来たな。だが、その先には俺はその先をちゃんと見据えてるからな。おい、ウィル・オースプレイ。今日あえて俺は試合後ベルトを巻いた。なあ、オスプレイは全治未定の欠場か。だが逆を言えば、全治未定だったら早く帰ってくるかもしれない。おい、オスプレイ、誰かオスプレイに言っといてくれよ。おい、お前に負けた高木慎吾は1ヶ月後 IWGP の世界ヘビー持ってんだ。オスプレイ、悔しかったらお前はもうふざけんなって気持ちがなったら早く戻ってこい。いつでも相手してやるぞ。本当の意味で俺がチャンピオンを名乗るのはやっぱり最終的にはオスプレイを乗り越えたい。ああ本当に、はあ、福岡の時と同様わけわかんないけどな、試合後俺の曲が流れてたから心の中でガッツポーズしたよ。なあ、寂しいじゃねえか、おい LIJ。 え、誰もおい、祝いに来てくれねえとは
まあでもこれがロスインゴベルナプレス100本らしくていいよな、おい。なあ、ヒロムも、なあ、欠場中だが、ヒロムもいたけど、まあ、武士だって黙ってねえだろ。内藤真田よりも俺が先にこのベルトを巻いたんだ。もちろんあいつらも悔しいよな。面白い相乗効果だ。まあ、ちょっとダメージがでかいんで、あんまり喋りすぎるとまた福岡の時みたいに記憶が飛んじまうから、今日はこの辺で短めに終わらせてもらうよ。ああ、2ヶ月ぶりに飲んだよ。よし、ぐわ、まあね、IWGP 世界初挑戦して、すごい、経験値の差というものを感じましたね。それプロレスキャリアとの経験値とかではなく、今の新日本プロレストップの中で戦ってる経験値っての差ってのをすごい感じたんでね、そこをしっかり埋めることができなかった。僕も大丈夫だと思ってた中で、甘く見てましたよね。あんだけでかいこと言って、正直新日本プロレスのトップっていうのは甘くなかったんだなと思いましたし、すごいチャンピオンでしょう、あそこまで僕もね、あの手この手でしっかりと勝ちを狙っていった中で、その上を行くわけですから、素晴らしい第3代 IWGP 世界ヘビー級チャンピオンじゃないかなと思います。僕には縁がないベルトなのかもしれないですし、でも、みんなからね、新日本プロレスみんなが4番バッターってわけじゃないですから、そのいろんな役割があると思いますし、この、実質この IWGP の戦いで一番後ろになってしまいましたし、僕はできる戦いで新日本プロレスを盛り上げていきたいと思います。大丈夫ですかね、何もなければ。あれじゃあ。